ものすごい風です。先ほどの海沿いの風よりももっとひどい風が吹いています。横を見てみると竜巻、小さな竜巻のようなものも出ていますね。風速表示が出ていました。16メーター毎秒ということですので、時速に直すと60キロ近いんですね。つまり無風状態で60キロの車から顔を出したのと同じぐらいの風を受けながら走っているというわけです。風を受けてですね、土煙が上がっていまして、ご覧のような感じになっています。ちょうど田んぼもまだ水が入る前、そして牧草地もちょうど植え付けの時期ということで土が露出してるんですね。それで風が吹いてこんなような感じになってしまっています。バイクも向かい風の時は5速フルスロットルでスピードが落ちていってしまう、そのぐらいの風が吹いています。なんとか無事に日高道を通り抜けまして、ここで降ります。ここからは内陸に入って北上していきます。カッパを着て、そしてカッパの下に防寒を着て走ってるんですね。ずいぶんいい天気になってしまいました。牧場地帯を日に当てられながら抜けていきます。暑さはそうですね、ギリギリ我慢できる限界ぐらいのところの、気温で走っています。カッパを着てますが、まだそのまま脱がずに走っています。だんだんと内陸に入ってきて、雪をかぶった日高の山が見えるようになってきました。ここで274号へ移って日照峠方面に進んでいきます。この前の車は随分元気よく、走っていて、いろんな車抜かしながら走っていっていたんですけれども、その後ですね、その車よりももっと速い車がわーんとついていったんですけども、警察の車で捕獲されていました。気温3度ということで何かの間違いではないかと思ったんですけど、日照峠のてっぺんでしたらまああり得るかと思って少し気を引き締めながら走っています。カッパもファスナーを開けて風を通しながら走っていたんですけれども、ファスナーを締め直して気合を入れています。霧も出ているとの表示があります。でも今見ている空模様はこんな感じですので、もう以前の情報で霧は晴れてしまっているのではないかなと思いながら走っています。でも、登ってきますとご覧のように霧にかかっている様子が目に入ってきましたので、はあ、こんな感じかと思いながら走っています。仕方ないですね。日
勝峠の向こうに展望台があるんですけれども、それはちょっと期待できなさそうです。ところがですね、なんかもうものすごい霧が出始めてきてしまいました。なんか重い霧というんでしょうかね、霧だけでなくて霧が当たると全部水滴になってしまうような、そんな霧の中を走っています。スノーシェッドの中はまだマシなんですけれども、外に出ると本当に視界が悪くてですね、ちょうど先頭車両で走っていたんですけれども、ちょっと危険を感じて後ろの車に先に行ってもらってついていこうと思いました。でも、もうあっという間にこう見えなくなってしまうんですね。この発進するときにも視界が悪いので後ろから追突されるんではないかという心配の中走っています。でもすぐこの後、トンネル区間でしたので、トンネルの中は比較的、見通しがいいんですね。トンネルの区間で追いついて前の車の後ろについて走ることにしました。ものすごい霧です。そうですね、5秒か10秒に1回ぐらいヘルメットのシールドを拭かないと前が見えなくなってしまうぐらいの、そういう霧です。車列全体のスピードも少し落ちて、そしてゆっくりとみんなで走っていきます。多分十勝地方全体こんなような感じだったんではないでしょうか。思い出してみれば、朝大間から北海道の方を見た時にすごい濃い暗い雲が立ち込めていたんですけども、おそらくこれだったんだと思います。それでも十勝清水の方に西尾峠から下ってきますと、まあ普通に安心して走れるぐらいの視界にはなりました。十勝清水の駅の横にお風呂があることを調べていて、そこで入っていこうとも思ったんですけれども、雨装備を脱いでお風呂に入るというのが大変でしたので、まあ、やめてしまって給油をして買い物をしてそのまま宿に向かうことにしました。今日の宿はライダーハウスですね。無料のライダーハウスが、くったりというところ、新特町くったりというところにありますので、そちらに宿をお借りしたいと思います。雨はまあポツポツ程度でずっと降っています。まあ、でも霧に比べればよっぽど雨の方が楽ですね。到着しました。雨の中ずっと走ってきたのでちょっとゆっくりしたいですね。新特徴管理で管理人がいない無料のライダーハウスですよね。誰もいないということなんですけれども、まあ、こちらを使わせていただくことにしました。同宿の新潟ナンバーの車のおじさんが一人いましたけれども、一緒にここを使いました。飲食ができないということでしたので、隣のバーベキューハウスの中でご飯を食べ、そして寝ることにしました。